みなさん、こんにちは。ペコペの森里リカです。イエーイ。今日は今めちゃくちゃ話題のこちら、あつまる動物の森と鹿児島水族館のコラボイベントにやってきました。我々もねめっちゃやりましたから、あつ森、あつ森 ね今もやってますけれども、うん、そう、はい、今回すっごい楽しみにしてきたので早速レポートしていきたいと思います。ゴー。プレゼントです。え、本当？ということで早速インストールします。はい、私もインストールします。あ、ね、スイッチヘビーユーザーのくせに、うん、アプリを持っていなかったというこの。そう、ログインできたので。はい、今入れる状況になります。ありがとうございます。いただきました。チャレンジするぞ。ワクワク。ちょっぴり久しぶりだね、ね、来るの。あ、懐かしいね。あ、これよ、これ。これよ、待ってました、これを。おお、見えてきました。黒潮大水槽です。あ、やっぱ、あ、早速、早速、本当だ、ブタだ。うん、お出迎えです。休んでるジンベエザメ。確かに休んでる。わかんないっていう時に、うん、って時に見たらいいんだよね。あ、あっちにパネルあるよ。さあ、パネルを見つけました。見て、ジンベエザメ。お、フーターがね解説してんだけど、うん、ジンベエザメはですね、全長が12メートルにもなる世界最大のサメの仲間です。まさかのとこで噛んだね。もう一回。もう一回。長い長い。いいですか。いいです。あ、でもこういう風に解説してくれてるのいいね。親しみやすい。多分ゲームの中で、うんうん、この魚ですねみたいな。やってるやってる。見てる？全然。マグロはですね、最大3メートルにもなる大型の海の魚です。かなりマッチョな体を持っていまして、寝てる間も泳げちゃうらしいですよ。あー、棒読みやんけ。こっちに寝てたの、うんうん、トラフザメ。サメ違いだね。サメ違い。ジンベエザメ。あ、でもジンベエザメ科なんだ。科の点々。へー、トラなんだ。あ、これはこれでまた勉強になりますね。この中にこの魚さん、あ、いるかな。思ったんだ。いる？あ、マグロ。えい、あれ、えい、いるか。えい。お、おっとおっとおっと。あったじゃん。でも穴を開けていいんじゃない？開けていいんだ。閉じて。ポチッと。こう上にするか下にするかすごい迷う。下やろな。似てるかも。え、ちょっと悔しい。ここが鼻ひげウツボ。おー、ウツボ。ウツボ。すごい。結構毒々しいから。出てる。うん。え、ウツボって毒持ってる。ペアと幸せな気持ちになれるし、美しい魚なのです。あと 1.3 倍速ぐらいで喋ればいいけど。頑張る。かわいいね、こうやって見ると。ねえ。パクパクしてる。でもさ、ウツボがさ、こうやってさ、あそこからさ、飛び出してるのを見ることってあんまないの。ないね。威嚇だ、威嚇。威嚇されてる。ってことはウツボでいいのか。いいのかな。開けよう。じゃあ、どんどん開いていく。他にもいっぱいいる。ね。本当だ。ニモやニモ。ニモです。あ、でもいっぱいいる。ほら、イソギンチャクもハリセンボンもフグもいる。ちょっとお休みされてます。休憩中です。ハリセンボンと。
フグ。あれフグ？え、あれが、あれが、え？さあどっちなのか。やっぱじゃあ黄色い方がフグだ。で下にいた方がハリセンボンだ。これだね。これなんか針治ってる。治ってる。治ってる。これ針ない。でこっち毒あり。でこっち毒なし。そうそうそう。ってことだね。おお勉強になる。いっぺこっぺ。次は何ですかね。だからえやば。えいた？それとも成長した？でかすぎる。え、私が思ってた伊勢海老のイメージこんぐらいなんだけど。うん、確かに。あの伊勢海老。あ、違うわ。あ、錦海老。そうだ。伊勢海老にもいろいろいるな。でもこれ錦海老だね、青いもんね。さあ、海の中で出会ってめっちゃびっくりして。おおおきれいっつって負けるもん。うん、なんか逃げそう。でも追っかけてきそう。伊勢海老は大型海老の代表格ですね。確かに大型海老とはいえこんなに高いのでかすぎ。なんかもう始まってんのかな。なんか似てるような似てないような。あ、似てるかも。これは何ですか。チアノの知らずに黒の水玉模様と。ありましたよ、ふうたさんの。クマノミなんですけど、大きな魚に寄り添って泳ぐ姿が一致だし、海の魚です。サメの仲間じゃないんだって。コバンザメ科のコバンザメらしい。コバンザメらしい。苗字みたいなもん。苗字コバンザメさんみたいな。大きなものには積極的に寄ってくるので、ダイバーには大人気。あ、じゃあダイバーさんにもこう積極的に寄ってきてくれると。近くに来たよ。次ほんとピタッと寄り添って。安全なのかもね、他の敵からさ襲われにくいというか。この魚だったら一緒にいてやろうかなみたいな。いてやろうかな。サンゴの前のね、お、ふうたさんいましたよ。はい、急に恥ずかしくなって やめないで。撮ってる方が恥ずかしくなる。水草がさあ、すごい先っぽにしがみついてる。ちっちゃいんだね。ちっちゃいね。かわいい。奥の方かわいい。なんか色合いが可愛いかと思えば、こっちにはね、ほら水の流れに一生懸命耐えてる子がいる。あ、やだ。いやだ。まだ流されないから。あ、いっぺこっぺ。鹿児島の海では様々な生き物が生息していて、
全面から出ないように器用にこう体を曲げて。何これ、この形。やっぱさ、星型の人手を想像しがちだけどさ、人手もさ、頭いいかな。あ、いた。ちゃんと反って。本当だ、人手だ。反っていってる。あ、いた。大きいの手。続いて、ねえ姉さん、はい、針の下、あれ、うつぼあるじゃん。うつぼじゃん。あれ、さっきさ、なんとかうつぼ開けちゃったよね。あれ、でもいた、よかった、よかった、よかった。こっちだね。これ、ちょっと先取りしちゃった、ね。そう、シンプルうつぼいたよ。よかった、順調ですね。臆病なんだ。え？あの威嚇したうつぼじゃあすごいんだね。穏やかな、喧嘩売るとさっきのうつばみたいにニョンって、ニョンって、威嚇だ、威嚇、威嚇されてる。喧嘩売ったのかな、売ってない、覚えないぞ。みんなでっかいタイプするから、もうそれだけで幸せよね。それこそめでたいだよ、ね、そう、目の前、やばい、綺麗、すげえ、キラキラ。あ、本当だ。なんか言ってる。スイカ。わかると思わなかった。だからよ。